先生よろしくお願いいたします。はい、ます8月目前に迫ってもう夏真っ盛りの、今日は7月26日なんですけどね。そうですね。はい。24日25日土日、とですね、はい、吹田のメインシアターというところで、はい、全国高校ギターマンドリンコンクールのが開かれたんですよ、はい、で今年で44年目になるんですけども、はい、スタートしたのはですね、だから44年前ですから、日本の教育は、まあ、日教組がずっと非常に力を持って大きな影響力を与えてた時代にですね、はい、経済人がそれではあかんと、教育いうのはその労働問題ではないはずだと、うん、もっと本来の教育の重要性を認識する必要があるというところの、実は鈴木剛さんという住友銀行の登壇された方が立ち上げられたんですよ、はい、でそれからまあ始まって44年になるんですけどね、どんどん盛り上がってきてましてですね、はい、今の若者に対していろんな批判もあるしですね、はい、まあ、事流れ主義的なことを言われる人もたくさんいてるんですけどね、一方、はい、クラブをやってる連中は本当に熱心に自分たちの音が少しでも人に伝わるようにということを熱心に取り組んでるんですよ、はい、で我々のイメージとしてはギターとかマンドリンとかいうのなんか彼女とあるいは彼氏と2人でチンチロリンとやってる雰囲気があるんだけど、ね、本当は、合奏をやるんですよ、うん、それも70人80人の合奏、ものすごい迫力があるんですよね、うん、で僕はそれを聞いてて、今の世の中いうのは例えば飛行機に乗ってたら突然下からですね、ミサイルで撃ち落とされたりですね、それから、まあ、台風が風速70メートルを超えるとかですね、こういう今まで我々の経験してきた社会と違うようなことは、まあ、次々起こるわけですね、はい、で特に戦後は米ソというのが大きな力を持ってて、冷戦という形の変わった戦争が行われてたんです。それも終わってですね、新しい平和の時代が来ると思ったらそんなことはなくてね、各地で紛争が連続して起こる。で国内に目を向けてもですね、小さい女の子がこう誘拐される、それからですね、なんか自動車でひき逃げが頻繁に起こるとかですね、社会不安も一方、豊かな社会と裏腹に起こってるんですよね。そんな中でですね、このギターマンドリンの音楽会を見てたらですね、なんか若者の将来のこう捨てたもんでないと、うん、彼らの熱意のまた新しいものを思い出してくるんではないかなというような感動があるんです、はい、でコンクールの方はですね、一方で非常にそのどういうんですかね、マンドリンギターの持ってるこう優しさというんですかね、非常に静かにこう相手を伝わっていくような音楽もある一方ですね、はい、合奏の持ってる力強さみたいなのがどんどん伝わってきてですね、すごくいいなというふうに思った次第です、はい、で僕はその、ギターマンドリーの会長をしてますが、その全国の組織の会長ギターマンドリー全然弾けない、弾くだけなんですね、はい、それでも聞いてて素晴らしいなと、1日はほぼ 全指名科目聞きましたけどね、やっぱり上手くなってるなと思うし、特に後半はもうどんどん盛り上がってきましてね、はい、公表する先生がですね、批判をしないでただまあ高校生に対する期待度を入れてですね、もう賞賛の連続でしたね、素晴らしい音楽で私は感動しましたというようなことは公表の中に出てくるとかですね、うん、今の若者の持ってる将来性みたいなのを感じるんですね、うん、しかし一方でですね、まあ、サッカーのワールドサッカー見てたらどうも日本人のサッカーというのは欧米のサッカーと明らかに違うんで、異質のものではないかなと思うんですよね、うん、例えば欧米のサッカーいうのは言葉は変わりますが、戦争ですな、殺し合いみたいなところがあるんですよね、見てたら、うん、もうものすごい体力のある連中がすねを蹴りまくる、背骨を攻撃する、うん、もうタックルなんかで見てないとこなんかなんぼでやっても構わないようなことが起こってくるんだけど、日本人だけはもう堂々と言ったらおかしい、もうルールをしっかり守って正しく戦争するよね、だから勝てないわけですよ。で一方こういうギターやマンドリンでも本当はものすごくこう指先の強いこうどういう意味で肉食文化の持ってる音楽なんだろうけども、うん、日本人がやると実にその爽やかで、そしてまあ力強さもありますけど、日本人独特の心に訴えるような音楽に変わっていくんですよね。でこの日本文化いうのは世界の歴史の中でやっぱ明らかに異質だろうと思うんですよね。で日本は例えば変な例を出しますが、
そのユダヤ人とイスラムが戦っている、あるいはキリスト教とユダヤ人が戦ってきた、そしてですね、そういう歴史いうのは日本の宗教史の中でないんですよね。例えば仏教が日本に入ってきたと言いますけどね、その時に、神道は仏教を潰してしまったか、あるいは仏教が神道を潰してしまったか、そんなことないんですよ。併存した、共存したんですな。で、こう共存するような文化いうのが世界にあって、やはりその島国の文化いうのが共存の文化ではないかなと思うんです。例えば狭い島国の中で A がいいとか B が悪いとか言い出したら、もう組織は成り立たない。だから互いに認め合っていくという文化がこの島国の文化にあったわけですよ、うん、ところが世界は全部殺し合いですな、生きるか死ぬか、うん、例えば韓国も中国も日本のこといろいろ言いますよね。彼らは自分たちの信じ、自分たちの正義いうのを言い続けて、日本の正義について一切考えない、うん、自分たちが正しいことだけ言い続けるわけですね、うん、でそれはその異民族が併存している社会になってきたら、自分たちが生き残るか相手が生き残るかの戦いみたいな、サッカーの試合みたいなことが起こってくるわけですよ。もっとそれも大きな規模でね。でそういうふうに考えてきたときに、我々日本人がこの21世紀の社会、情報化が進む、あるいはその交通機関がどんどん発達している社会においてはね、このイスラムとは何か、ユダヤとは何か、キリスト教とは何かいうのは実際真剣に考える必要が僕あると思うんですよね。で日本いうのはもっと異質だと思うのは、海外からその仏教が伝わり、儒教が伝わり、キリスト教が伝わってもその通りにならないよね、うん、すなわちその大陸型のキリスト教も大陸型の儒教も全部日本に伝わった時は日本式に変わらない、日本式仏教であり日本式キリスト教で日本式儒教になっていくわけですよ。で そういうことを今までまあやってきて、それはそれに日本流の文化育ってきたんだけど、今この時代でもう一度原点を見直して、世界を知ることが大事だと思うんですよね。考えてみたら僕は実におかしいなと思うんだけど、キリスト教というのはすごく科学的で近代社会を作り上げたようなイメージがあるんですよね、はい、でそれに対して仏教というのはなんかインチキ臭いというんですかね、うんうん、なんかわけのわからん、もうごまたいてごまかしてるようなことがあるような感じがするんですよ、うん、とかね、冷静に見てみたら実に全く逆のことが見られるんですよね、うん、例えばわかりやすい例で、一神教は神がこの宇宙のすべてを作ったというんですよ、うん、で人間も実は神によって作られたものの一つに過ぎないという考え方ですよね、うん、で神は最初神の言うことを聞く、神との人間の、神と人間の交流を非常に重視していってですね、人間を作ったわけですよ、うん、そしてその、ま、その作った人間に全てを任してですね、次々作られた動物は人間が名前を呼んだ、その名前がどんどんその種類の名前になっていったというふうに書いてあるんですね、聖書旧約に書いてある。ところがですね、一人ではやっぱりダメだというんで、そのイブのアブラボニからアダムのアブラムからイブを作ってですね、夫婦というのが最初に生まれた。で夫婦は最初裸やったんですね、真っ裸でやって、それも恥ずかしいものなく夫婦裸で神の前にずっとおった、神の前と神と一緒に交流しておった。ところが知恵者である蛇、これおそらく神がですね作られた蛇だと思うんです。その蛇がですね、高地に長けて寄ってですね、神が決して食べてはいけないと言った善悪の木のリンゴを食べたわけですよ。以後ですね、神の怒りに触れてですね、神は天国から追放されますね。で、これはどういうことかというと、一神教は神の言うことを聞くかどうかが善悪の基準なんですよ。そこには人間の理性も歴史も経験も一切入ってこない。まずに神の言うことを聞くかどうかというのは決定的重要である。そしてその約束を守ることはいかに難しいかということは、旧約聖書を読んでいると、ユダヤ人がもう次々、災害にぶつかりですね、その生命の危機に陥れられるんですが、それは約束を守れないからですよね。で
そんな時についてはキリストが出てき、イエス、キリストが出てきて、そういう約束を守らなくていいと、イエスが神であると、神が我々に無限の愛を注がれるように我々は隣人に対して愛を注げということを説いたんですよね。これはユダヤ人にとってすごい話でですね、これやったら守れるということで、ユダヤの社会の中にものすごく広がっていったわけですよ。ところがこれは神との約束と違いますわな。だからラビ、すなわち彼らそのユダヤ教の教師ですな、教師たちはものすごい恐れたわけですよ。このイエスが出てきたことで、またユダヤ人が過去の旧約聖書に書かれているように苦難の死の上をまた経験する。でこいつは抹殺せないかというとイエスを殺してしまうわけですよ。でこの歴史いうのはですね、日本人には多分わからんでしょうね。これわからないわからんのですよ、ね、わからんですよ。だけどこれが全てのいろんなトラブルの根源にあるわけですよ。そしてね、考えてみると、この一神教義のさっき言ったように神との約束を守るかどうかというのは重要な一点だと。さらにイエスはですね、こう言ったわけですよ。私は神であると。で、私は神である。で、私はですね、私の母は処女のまま自分を解任したと、まあイエスが言うとか知らない、キリスト教はそう信じることになってるな。キリスト教はイエスは神、人間ではなく神であろうと、マリアは処女のままイエスを妊娠した。でさらにイエスは死んだ後また復活した。このことを信じることがキリスト教の前提条件なんですよ。でこれは絶対論理的には合わなくて、近代の科学の証明するところによると、これは嘘なんです、絶対にもかかわらず、こういう不合理なことを信じることがキリスト教の出発点なんですよ。ところがこの全く不合理な出発点を持ったキリスト教が近代社会を生む、それから民主主義を生む、資本主義を生む、社会主義を生む、近代の社会のあらゆるものをこのキリスト教文化が生んできたんです。ところが一方仏教はですね、お釈迦さんは自分は特別な存在は言いません、自分は人間のまま苦労されて、そして裕福な生活に、そういうインドの生活、インドの王様なんてものすごい生活してますね。例えば夏の宮殿、冬の宮殿までおって美女がはべってですね、好きなものを食べて、それこそもうとんでもない大金持ちです。ところがその生活を捨てていってですね、古事記になる、古事記は差別言葉かもしれないね。要するに、まあ、あの放送オンエアにはならないんで、いいんですか、大丈夫です。ホームレスになる、うん、考えられへんですよね、うん、大金持ちの、例えば今の日本世界で言うたらですね、そのサウジアラビアの王族がそこを出家してですね、ホームレスになるって考えられへんですな、うん、いうことを釈迦はやったわけですよ、うん、そして人間はなぜ死ぬのか、人間はなぜ年を取るのか、人間はなぜ実は病にかかるのか、そして死んだ後またやはり人間にまた生まれ変わってきて同じ苦しみが永遠に続くと、人間とは何か、生きることはどういうことかということを修行にし、修行に重ねて重ねて重ねて、実は究極の人間の在り方というのをキャッチしたわけですよ。全くこれはですね、すごい話で、仏教の経典を読んでみたらほとんど哲学の話ですな、はい、生きることの意味、世の中の真実とは何かということを面々と書かれてるわけですよ。最初は宗教じゃないんですよね、仏教は。あのギリシャ哲学と似たようなと、まあそうですね、人間とは何かを見ておいたらそうですね、うん、ところがその我々がその日本人が非常に憧れてるキリスト教の世界というのは全く非科学的なとこは失敗しとるわけですよ。でそのことを神、その一番最初に出てきた神を信じるかどうか、神の言うたことを聞くかどうかいうことは、イスラムにとってコーランの神をマホメットが伝えたわけですよね、預言者として伝えた。その伝えたことを守るかどうかいうことにもうものすごい重要性が存在してるわけですよ。
で日本ではそれも実にええ加減なんですな。神が言おうが誰が言おうがおかしなことはおかしいんですな。例えば先生いいですか、うん、僕はあの高校キリスト教だったんですよ、うんうん、で宗教の時間があって当然その聖書を習うんですけど、うんうん、まあ、当然その仏教の家に育ってて学校キリスト教ですから、あの諸女のマリアさんがキリストさんを産んだ話とかそういう例え話として受け取るんですよね、うんうん、それはそういうような純粋な人だったんだろうって。でもそれは高校生に分かりやすいように嘘をつくんですよ、うん、そのねニーチェとしては書いてるんだけどね、はい、イエスも釈迦も素晴らしい人やと、うん、だけどその周りの人間が自分に都合のように常に嘘をついてるとこう彼は書いてるんですよ、うんうん、僕それはほんまやと思いますな、はい、お釈迦さんの周りにいてるものもお釈迦さんはこう言うていたと言ってその人の都合のいいことをしゃべる、はい、イエスはこう言っていたと言ってその周りの人が嘘をつくということは僕はあり得ることやと思うんですよ、はいはい、思います。でそのためにしばしばですね、こう一体真実は何かということを考えて実はプロテスタントが生まれたんですよ、うん、プロテスタントは他のことは知らないけど聖書に何書かれてるかこれを信じようということでプロテスタント生まれてきたんですよ、うん、プロテスタントが生まれてからキリスト教の中ではもう殺害に次ぐ殺害ですな。もう異端はどんどん排除していく、で殺していく。で神が無限の愛を注がれたように隣人に対して無限の愛を注げと言うたキリスト教がもう年がら年中人を殺してるわけですよ。でこれどういうことなんやというふうに考えたらですね、戒律の持ってる意味もまた明快になるんですよ。戒律いうのは我々が何時殺すことなかれ、殺生することすらというのは生きとし生きるもの全部殺しちゃいかんように思うんですよね。でも本当によキリスト教なんで見たらわかるんだけどね、キリスト教の仏教の中で自分たちの仲間を守る規則なんですよ。あれ自分たちの仲間を殺すな、自分たちの仲間のものを盗むな、自分たちの仲間の中で不倫はするな、自分たちの仲間で嘘をつくな、お酒を飲むなにいた仏教でお酒を飲むないうのがあるんですよ。それもお酒を飲んで仲間で揉め事を起こすな、こういうことなんですよ。だから仲間に害を与えるやつはやっつけなあかんわけですよ。だから無限の愛を問うキリスト教が人を殺すわけです。でそういうことをやっぱりよく知っておいた上でですね、クリスマスを楽しむ、バレンタインを楽しむことは悪くないんだけども、一方で宗教にはそういう一面を持っていることを知った上で翻ってですね、自分たちが信じることが正義であると信じる国民がぶつかったとき戦争しかせえへんんですよ。それがもう今日一番大事なメッセージですね。だからね、そういう意味でそこはその近代文化はですね、ルソー以外ですね、理性いうのをもう評価したんですよ。人間、理性こそ人間の究極の目的である。理性こそ実は人間を最高のものにするということで、フランス革命も起こり、いろいろ起こってきたわけですよ。そして自我の確立こそ最高の究極の目的である。仏教は全く否定したんですな。自我の確立いうのは、むさぼりをどん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 確立するようにすぎひん、自我にはないんだと、実は無我なんやと、自分は自我と言って錯覚してるんだと、と言うたんですな。これで戦いをものすごくやっぱ避けたんですな、自我を否定することによって無我を解き、無我を解くすることによって実は日本では和の思想がものすごく広がったわけですよ。だからこの近代社会いうのを考えたときに、この我々が戦後学んできた科学的教育、あるいは自我を確立する教育のもう一回見直さなきゃのではないかというのが一点、それからキリスト教とかイスラム教とかユダヤ教と言っている一神教は何を言うてるのかと、どこが恐ろしいのか、なぜ戦いを許しているのか、そのことをもう一度しっかり、みんなで考える必要が僕はあると思うんですよ。で近代の社会というのは特にこのインターネットの社会ではもう世界一つですな、うん、もうウクライナから
ロケット飛んで飛行機を追った瞬間にもう我々のところ届くような時代でしょ。だから彼らがどういう考え方でどういうふうにして実は戦争を起こしているかということをしっかり考えなあかんですね。でなぜそのウクライナの親ロシア派が出てくるのかいうのは日本人にはよくわからないんだけどね。別にウクライナだけとちゃうんです。それはね、あの中国見てたら非常によくわかるんだけど、その満州という国があって、満州は実は日本人が実は開発したわけですよ。で日本人はですね、ピンとかないかもしれないが、ものすごいルールをきちっと守って平和な社会を作るんですよ。そのためにですね、当時満州いうのはですね、もう野党が跋扈してですね、まあ、でも全然ひどいとこやったわけですよ。ところが日本が統治していくと、どんどん実はそこは平和になってくるし豊かになってくるでしょ。当然中国人がどんどん満州に流れ込んできたわけですよ。実はそれは同じことが起こっておって、ウクライナという国はもちろん別の国なのに、ソ連の中に入ってた間にですね、ロシア人がどんどん入ってくるんですよ。で自分の国のような顔をするわけです。ちょうど日本で言うたらですね、アイヌがぎょっと東北から向こう攻めてたのに、だんだん日本人が攻め込んでいって日本の社会みたいな顔になるのと同じように、中国でも地方の今あそこで揉めてるでしょ、チベットだけでなく、チベットね、こちらのウイグルなんかでも中国人やぎょうさんおるんですよ。でチベットも今どんどん中国人入ってきてるわけさ。ああいう平和な地域になってきたら中国人どんどん入ってて自分で商売するし、みたいな、だからそのお金儲けするんですな。そして今度はその人数が増えてきたら中国通りにせえとこういうわけで揉めるわけですよ。もうで同じことで、それはバルト三国でも同じで、彼らは独自の文化を持ってるのに平和だからですね、ロシア人がどんどん入ってきてですね、今度ロシア流にせえいうわけですよ。でウクライナも同じことでロシアにせえいうことで親ロシア派が生まれて、ほとんどは旧ロシア人ですな。でそういう人たちが出てきて自分たちの正義を守りますから、うまくできないわけですよ。これでそこでそのさっきの自分たちの仲間をの危険を及ぼすものは全部殺せい文化がありますからね。そうすると今度親ロシア派は自分らに攻撃して彼らを抹殺しようとするわけですよ。で逆にウクライナ人はその親ロシア派を抹殺しようとしますね。でこの文化は何もそのソ連やロシア、ユーラシア大学だけで、明らかにアジアでもそうですな。液政革命の中国やりますね。液政革命いうのは時の皇帝に徳が失ってきたら国がどんどん乱れる。その時に有徳の死が出てきて革命を起こすわけですよ。で革命を起こした時、この革命が正義でなかったらいけませんから、正義であるためには前政権がいかに悪かったかいうことを言うて歴史を作っていくわけですよ。そこには連続はない、絶対常に自分らが正規で前の政権が悪かったということを繰り返すわけです。これは韓国でも一緒ですね、うん、日本は全くもう世界の中でもう想像絶する例外的な歴史を持ってるわけ。それは天皇制というのが続いてたんです、まあ、ただし万華一世であるかどうかいうのはいろんな言うこと意見言う人いてますが、少なくとも天皇制は綿々と続いたわけですよ、うん、すなわち天皇に対する忠誠というのはこの2000数百年ずっと続いてるわけですよ。ところがですね、当時の政権に対して忠誠を誓うような方、その時はそれ次の政権になったらまた別のことやるわけです、みんな。だから永遠にそのこう忠誠を誓うというような和の精神なんかないわけですよ、どこも。これも先生ちょっと聞きたいんですけどね、うん、まあ日本天皇制これ素晴らしい僕思うんですけど、同時にこう世界でこう王政のところってなんかうまいこと言ってるというか、政治とこう王室が別々のところはなんか僕はよく勉強してないんですけど、 なんとなくうまいこと言ってるようなオランダとかね、イギリスとか、そんなことはないんです。いや、すみません、あれなんかまさかビッグ貴族の一つになってるんですね。貴族でもたくさんの中 の、まあ、代表貴族みたいな形になっとるわけですよ、はい、日本の天皇ちゃうでしょ、あれ明らかにキリ神道のシンボルですよ、宗教的存在ですわ、うん、だからあの他の宗教であの王室いうのもそんな長くないですわ、数百年ですわ、うん、まあ、千年ぐらいしか続いたんでしょ、うん、日本は永遠にこう続くわけだな、うん、そういう意味ではその日本人が日本の歴史とか
西洋と比べた日本の歴史の真剣に見とかないといけないのに、左翼は西洋かぶれの人が西洋の中なんでもよくて日本は悪いというようなことを一生懸命教えます。特に教育の世界にそういうのが多いんですよね。だけど本当に冷静に見てみると、日本がすごく平和な国で、例えばあの慰安婦の問題であるとか、あるいはそのなんか日本南京大学とかいろんなこと言いますよね。あんな特殊な例のことではないですよ。僕ね、香港に中国人が勉強に来てくるので、中国人と話し合ったことあるんですけどね、天安門事件、君ドラムを書いたさはありましたよ、天安門でありました、だけどそんなひどいことを中国はしてませんと書いてですね、で日本では数千人殺されてると言うてるにもかかわらずですね、中国政府の公式発表400数十人が言うんですね。それで君はどう思うって聞いたら、当然中国政府の400数十人が死んでませんとこう言って、言う先生はどう思いますかって、僕も実は400数十人が死んでやろうと思うと思う。それなぜかというと、戦車がバーッと入ってきて、せっぱったーって時にバタバタバタ死んだかもしれないけど、人間それから逃げると。でも自分殺さないんやから絶対逃げてしまうはずやと。じーっとしてたら数千人も殺されるかもしれない。そんなことありえない話だと。自分の命大事だから逃げるはずだから、最初のその何百人が殺されたかもしれないけども、そんな何千人も殺されてるはずない。僕は実は思うよ。君どら思うと私もそう思います。ところで聞くけどやね、南京に日本兵が入ってきた。バカバカ殺したとする。彼らは言うて何十万人殺した。彼らはじーっとしてたか、殺してくださいってずっと並んでよって、それでどんどん言うと、それはそういうことは可能かもしれないから、中国人も怖いから、当然逃げるはずやと。で、そんなのに何十万人も死ぬはずがないと。もしも殺してくださいとして、じーっとしてるとしたら、そんなことはもう想像外のことやと。だから、まあ、それは何人か殺されたことはあるかもしれないけど、その何万人も殺されることは物理的に不可能やと。絶対人間は自分の命大事だから逃げ出していくはずやと。しかし、中国の歴史から言うと、日本が悪いいうことはどんどんこう拡大していくんやと。日本をこう我々の国を征服したには悪い人間だと、それはおひれがどんどんついていく文化があるんやね。同じようなことが実はこの中国や韓国だけでなくて世界では起こってるわけ、世界中で。で、全く日本だけが例外的にこのルールを守るような社会で、こういう文化の中では、例えば日本の歴史の封建時代のがあって、もうなんか年間年中戦争してついつい殺した言うけども、ほとんど戦い起こってへんねん。ほんの数日ちょこちょこってやっと終わる。数日ちょこちょこってあるような話で、中国人の歴史家に言わしたら、あれは中国の歴史から見たら紛争ではないです。戦争では絶対ない。ちょっとしたそのトラブルにしては過ぎひん話で。で、日本ではそれをものすごく大きなこと言うんだけども、この閉鎖型社会ではそんな皆殺し型のことなんかせえへんね。まあ、ちょっと例外的に起こるのは織田信長ですね。織田信長は西洋の歴史、西洋人の影響を受けて結構その西洋人みたいなこと言うてますけども、それ以外はほとんど戦争らしい戦争はしてない。だからやっぱりその、まあ、君が代でもそう思うんだけど、君が代を聞いてて、あれ聞いて戦争しよう思いますか、あんたどうですか、乗ったりしたやつ、あれなんかスポーツのために石原慎太郎かだけど、あの国歌聞いてやったろう雪は起こらんよ僕もそう思いますな。それに一回その中国の国歌でもアメリカでもイギリスでもフランスでやっていくぞーいな、戦争の話ばっかしですな。だから国会ですね、エンカレージさせようのがあるんで、日本の文化はそんな静かに静かに永遠の平和を望むような話ですからね。でそういう意味で日本人は西洋の文化とか歴史とか宗教、あるいは中国の文化とか歴史とかいうのをもう一度一回見直してですね、彼らと付き合うクソをしないと、21世紀の中日本はどんどん世界の中で浮いていくように私は思いますね。勉強せんとあきませんね。勉強せんとあきませんね。僕あのほとんどの実は僕は知ってるわけではないですけど、うん、僕も勉強せんとあかんなんですけど、うん、例えばパレスチナとイスラエルの戦いも、その戦闘の前後だけのニュースを見てたらわからないじゃないですか。ものすごい歴史があってのだってね、ことだし、イスラエル人、ユダヤ人が、エジプトを出国して、そして、パレスチナに入ってからもうずーっと永遠に続いてるわけですよ、戦いが。で、彼らはあの地から掘り出されて世界に散らがった後も、彼らが帰ってからずーっと、まあ、考えてみたらそんな歴史日本にはないですな。分からないですな。
なぜそこまでパレスチナに行かないかんか。これは神との約束やからですよ。これがね、聖書に書いてあるから言われるって、それ、まあ、まずそこが分かってないでしょうしね。で、2000年住んできた人は2000年住んできたんやから今更帰ってこられても、うん、それはちょうどね、ことですし、東北や北海道には和人、内地の人間って言って、あのアイヌ人が独立運動を起こしてね、これは私たちの文字のせい、我々が住んでたときは和人が入ってきたやないかいって独立戦争したの、もう全く同じこと起こりますな。日本というのはこれ当然これ混血種ですよね、何千年か前。混血種はだけど、まあ言うたらあらゆる民族が消滅して大和民族というものに一つの民族になったんですよね、うまいこと。だから、ね、遺伝子ずっと調べてみたら、なんかほとんど日本人は韓国人か朝鮮半島とか入ってきたように思うんだけど、ね、実は遺伝子調べたらちゃうんですよね。あ、僕もテレビ見ました。いや、あのだから中国な、南のアジア、あの、それからあの、うん、とにかくみんな均等に入ってるで。そうそうそう。で、白人の血が 10%、うん、で、みんな白人みたいな日本にいてるわけだね、結構ね。あのだからあの本当の雑種。そうですな。で、雑種はたくましいしね、結構いろいろね。うん、だからそういう意味で言うと、この民族を取り込んで合体していって日本人作ったのは生まれかもわからないですね。いや、世界中やっぱりそうやと思うんですな、うん、で、そのことを、その中でアイデンティティのは何かってほとんど宗教が絡むんですよ、うん、で、その中で日本人の宗教は和なんだよ、キリスト教も。で、まあ、実に僕は日本式宗教に変わるのはね、仏教をいうのはもともとは和を説いてたし、それから一切のその出家者は一切その結婚もできないし、それから財産を持ったらいかにもなってるわけですよ。で、だからそのみんなこう布施をもらう、布施をもらうわけよ。だから中国から日本に入ってきた仏教は全く一緒のもんで、みんな金持ちになってるんですよ。で、お金持ったもんが鹿の持つようになってるわけ。それはもう日本の仏教そうでしょ。で、出家者は再退してるし、ね、これもまだおかしな話だけど、で、それも当たり前なんだ。それからキリスト教でもそうで、キリスト教は一応偶像は廃止しとる、一神教で偶像を信じたらいかんくなってるからね。だけど踏み絵を置かない、踏み絵したいのはどうしたかって、日本人はあれやっぱりあの像の中に神や仏が宿ると思うから洋風もあるけだけど、あれ偶像廃止だと踏んだって神やん、なんか別に神や、神記念すぎんやん、うん、そうはならない、日本ではあれ踏めないと。要するに、ね、日本に来たら日本式に全部変わる。で、ただ、ね、日本に入ってきた時にあまりにもどうにかその生活にその合理性がないようなものは日本入らないね。例えば中国であって韓国の伝わったね、転足してるじゃん、あの女性の足をこう小さくするやつ、大きくしない、こうセックスにセックスと関係するんですよ。女性の足にこんな靴履いて足大きくするやつね、逃げないとかいろんな説もあるんだけど、セックスと関係する。それからね、宦官、要するにチンチン切ってしまうんです。で、それがその自分たち の, あ の, この女性をハレも守るわけですよね。これ日本には転足も宦官も入らなかったわ、韓国まで来てますわ。ところが戒律、仏教の戒律でもそうやけど、戒律何時この殺せるな言うてる、不可能に近いしね、言うてるほとんど不可能でしょ、ほとんど日本に戒律守らないわ。だからね、あまりにも非人間的というか守れないようなことは日本では定着せんへんね。で、そういう意味で出発点はもっと厳しい環境で生まれてるから戒律があり、もう まとまることを重視してるけどね、日本に来たらなんとなくこう溶け込んでしまうね。だけどそういう思想だけではなくて、現実に例えばその、モーゼがそのイギリスを出て、でエジプトを出て、パレスチナに行くと死にますね。で、その後、あれ誰でしたかな、何とかが継ぐんですよ。で、彼はその継ぐ間、自分自身の夢から世を連れていかないこと言うわけで、そんな神が出てきて、いや、お前は足がついてるから絶対に行けるとか言う。でも責められるけど、責められた自分は自信ないって言ったらですね、みんなこと、わしが皆殺し、お前ら皆殺しして、わしが守ってるから皆殺しして、焼き殺せ。神が言うわけでしょ。何時殺せなかれ言うたら、神が、違法人を全部殺してまいと、焼き殺してまいって言うわけですよ。
第二次世界大戦でもキリスト教の国ですからね、キリスト教の国が異教徒の日本を焼き殺そうとしたわけですよ。原子爆弾を落とす、それから各地でもう焼夷弾や何や開発してですね、東京でも焼き尽くす、名古屋も焼き尽くす、大阪、大都市、大阪も焼き尽くす。こんなもん国際法上むちゃくちゃですわ。だけど日本人それすら抗議せへん。そうね、キリスト教の精神から全く新しいことやったら異教徒やから焼き殺しする。でそういうことをもう一回なんか我々は一回そのキリスト教を勉強する教を勉強することは大事だと思うけど、その上でだから言うて日本が大事とかいうことでなくて、そういう文化があるんだという前提で付き合っていかないとあかんと思うね。例えばですね、これはあった話ですけど、まあ言うたかもしれませんが、あの味の素がものすごく売れてるんですよ、世界中で。で中華料理屋行ったらもう味の素は味ばっかり出てくるけどね、 それが東南アジアまでどんどん売れて、インドネシアでもものすごく売れたんですよ。ところが味の素の抽出を豚の骨でやっとることが分かったんですよ。途端にインドネシアでは全部排斥された。イスラムです。豚食べないから。ということもね、知っとかないと商売上も大事だし、付き合いのあり方も大事。で昨日、おとついの日経新聞まで出てましたけどね、やはり外国人と付き合うために外国の習慣とか、宗教とは何かあるの、日本にもしっかり知っといた上で、日本の文化とか伝統を教えていくべきだって書いてある。僕は全くその通りだと思いますな。そういうことを感じるのが今度のウクライナの僕はロケットだと思うんですよ。日本人には理解できへんでしょうな。相手を選別するまでやるという考え方はないわ。だからその日本人は中国を差別するとか何やいろんなこと言うけど、さ世界中全部しますわ。だけど根絶やしにする発想は日本人じゃないね。だけど欧米や中国やなんぼでもな、皆殺しいので、だから日本人もそうやと思って日本人が親したいって言うんですよ。あれね、南京大虐殺が一回徹底的に遺伝子で調べ上げていったらね、ほとんど日本人が殺してないことを証明できるんちゃうかな。あれ彼らがやったのですよ、もう古い世代が。だからね、そういう時代、そういうこともやっぱ知っとかなかんのちゃうかなと思うよな。だからあのユダヤ人のもう戦争、要するに社会主義でも中国でもそうだ、ユダヤ人でもそうだけど、彼らへの必ず何か原因があって起こった、どっちも相手が悪いって、最後は悪い悪い言いながらうやむやにして、なんとなく存続していくよね。いや、そんなことで僕はやっぱり成り立たないと思うね。あのガザに攻めているような、ユダヤ人はっきりユダヤ人の存立を脅かす。パレスチナの連中なんかもうハマスの連中は徹底的にやっつけてしまえという考え方がもっと一個あれ、でどっかで、まあ、あのエジプトかアメリカかどっかが中やってある程度は自分たちの安全を確保できたら収まるかもしれないけど、まだしばらく僕は収まれへんと思うね。それであの地域は全部水ないでしょ。水のもっと大事なんよ。例えばシリアのゴラン高原いうのがあるんだよ。あれゴラン高原なんで大事かって、あれ実はゴラン高原からイスラエルをミサイルで撃たれたらいかんから生存地を重要や言うてるけど、実はイスラエルの水はこのゴラン高原から来とんのよ。でゴラン高原を確保しとくいうことは、ね、もうイスラエルの生命線確保することになるんや。だからね、そんなこともやっぱり日本人知っとかなかな、話を言うて、せやな、あの辺のこと分かんへんよ。まあ、せやから土井高くやったからなんかあのパレスチナに行って平和を、イスラエルの戦争は戦いはいかん、平和でないといかん言うて EU に行ってる、赤恥をかいて、あなたは何を言いに来たんですかって剣もほろにやられたけどね。さもう全く日本人の常識いうのはもう世界中の例外的な常識なんよ。だからやっぱりものすごくこれからやっぱり世界史とか受験勉強と世界史、日本史やってるんだけど、もっと世界と文化と比較しながらその世界の国を理解する、何でも善意に物事を取るだけではなくて、その善悪の両方を明確に学んでおく必要が僕はあると思うね。善悪の両方を学んどかなあかんと思いますね。これも今日の大きなメッセージ。そうですな。ぜひあの皆さん宗教を勉強してくださいよ。宗教もそれは一神教、特にユダヤ教、キリスト教、イスラム教、ぜひ勉強してください。
それから中国の歴史、中国はなぜ液政革命を起こるのか、液政革命でどんなことが起こったのか、それは韓国まで伝わったけどなぜ日本まで伝わらなかったのか、日本の天皇制はなぜ得意で、日本の天皇制がどんな文化の意味を持っているのか、日本は島国であった、そのために和を大事にしたけども、この交通が発達してインターネットが発達した地球は実は地球自身が島国になってきている。この島国文化というのが実はこれから世界の中でものすごく脚光を浴びると私は思いますから、もう一度和の文化を考える。仏教が説いている無我の意味はどういう意味なのか、西洋は自我を確立したけど全く反対を説いて、2500年前に無我を説いている仏教というのは本当はどんな宗教なのか考えてもらいたいと思いますね。そのことがこれから世界の平和にものすごく貢献すると私は思います。バンディ石田さんの言葉を借りるならば、この聞かこれを聞いた人皆さんはぜひいろいろ反論をよこしてください。ウェルカムです。ありがとうございました。終わりましょう。